神奈川県小田原市。この歴史ある町に面する相模湾が今日の舞台。海岸すぐ近くから1000メートル級の深い海が広がっていて、生息する魚は多種多様。釣り好きに絶好のスポットとして知られています。その豊かさたるや、なんか人だかりがありますね。かなりたくさんの人が来てます。おお、なんか始まりましたね。松田さんぶらりと足を運んだのは小田原漁港の朝市。黒潮に乗って魚が集まり、親潮が運ぶ栄養も豊富で油もたっぷり。60種を超える魚が水揚げされるそうですよ。なんか素敵ですね。本当にお魚の町っていう感じがしますね。さてさて松田さん、そろそろ始めましょうか。兄貴ですか。あ、はい、あ、そうです。よろしくお願いします。はじめまして、はい、松田聡と申します。出崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。兄貴は出崎正嗣さん。介護の仕事をしながら週に2日は海に出ていましたが、ついに10年前釣りのために東京から小田原に引っ越したという強者です。今回、はい、神沢原ということなんですけれども、あ、はい、ちょうど今の時期から、はい、これから春先に向けて、うん、よくね釣れます。ちなみに神沢原っていうのは食べても美味しいんですか。はいはい、すごい美味しいです。バターザワラって言われるぐらい。バターザワラですか。うん、バターのような、うん、その油の乗り方。魚へんに春と書くのは、西日本で春の産卵期に多く取れたため。ここ相模湾では産卵前の油の乗った通称バターザワラが冬にたくさん集まるそうです。サイズはどのくらい。サイズはね、だいたい80センチ超えぐらいもいますね。50センチから80センチ超えぐらいまで。子供の頃はサゴシ、はい、だいたい50センチとか60センチぐらいはまだサゴシです。80センチ超えてくると、はい、一般的にサワラと。今回の目標はサワラと呼べる80センチ、そこを目標にしていきたいと思います。なので80センチのサワラ。釣ってみよう。鋭い歯に気をつけてジグを早巻き。出港は朝一番。ピリッと張り詰めた空気が肌を撫でていきます。あー、めっちゃ綺麗。これはでも釣り人にしか見れない景色ですよ ね。 そうね、朝ね。うん、ああ釣れそうな気がしてきた。船上で見る朝焼けは格別。松田さん、絶好の釣り日和ですね。釣り兄貴の出崎さん、一押しのスポットです。さて釣り方は？ジギングで。おお、かなりデカめのジグなんですね。そうですね。今回今つけてるのは長いんですけど、はい、これの短いのとか、うん、長いのとか、ちょっと太いのとか、そういうのを使ってサワラを狙っていきたいと思います。兄貴が用意したのはジグという金属製のルアー。海の状況やサワラの反応に合わせて色や形を使い分けるそうです。通常は糸を緩めてひらひら落とし弱った魚を演出しますが、サワラの時は糸を引いたままテンションをかけ、直線的に上げたり下げたりするのがコツなんだとか。ジグをまっすぐ泳がせる、早巻きとかをやる、その方が確実ですよ。小指と薬指でここへ挟んで、はい、こういう感じで、でこの脇に抱えて、うん、脇に抱えて、うん、これで下げて上げて、これで1回転、うん、これをこう繰り返す感じですね。竿を下げる時のリールさばきが特に難しいそうです。
ちょっと早めにアクションしてもらうと、はい、糸が吹けないですよね。ゆっくりこうやって糸が吹けてますね、はい、この瞬間がジグが横を向いてるので、はい、その時に来ると糸が吹けてる分だけ歯が鋭いので、はい、切られちゃうんですよね。サワラの歯は鋭くギザギザ、まるで上手。一瞬でも気が緩み糸がたるんでしまうとジグに食いつく前に鋭い歯で糸が噛み切られてしまうことが多いんです。松田さん、強敵です。油断は禁物ですよ。お、あ、怪しい怪しい怪しいですよ。食ったんじゃないですか。食ってます、食ってます、食ってます、食ってます。うわー、いきなりやな。え、めっちゃ引きますわ。頑張って。結構でかいですね。何か全く分かりません。お、見えてきた、はい、見えてきました。え、何でしょう。稲田でした。あー、でも全然ちっちゃいですね。さすが、ルアーは得意ですね。一投目でブリの子供、稲田をゲット。はい、稲田でした。いや、すごい冷えたと思ったけど、このサイズなんですね。そうです。80のサワラとか、どんな引き方するんですか。サワラを釣ります。よいしょ。おお、来ました、来ました。お、兄貴もヒットしました。あ、僕も来ましたわ。来ました。松田さん、またヒット。はい、よいぞ。おお、また立派なサバですね。立派なサバですわ。続いて早くも2匹目の稲田。そして次も、なんだか釣れるのは稲田ばかり。稲田は回遊魚で、相模湾では秋から冬にかけて多くなる魚。サワラと同じ深さを群れをなして泳いでいるそうです。なんかもうサワラが食べようとしてるやつを稲田がガーン横取りしてるんちゃいますか。サワラより反応がすごい早いですね。動きも早いんですよね。結局稲田の中にサワラが混ざってくるので、とにかくしゃくり続けるしかないんです。そうですね。サワラ来い、サワラ来い。なんだったらちょっと切られたいぐらいです。切られたいですね。切られたいですよね。切られたらもう間違いなくサワラですよね。間違いないです。うわ、サワラよ、来てちょうだい。そんな思いで竿を振り続けていると、取られました。お、あ、はい、ほら、スパーッと切られてるでしょ。ああ、ほんと、1メートル級の魚でもびくともしない糸が噛み切られています。もう間違いなくサワラです、この切られ方は。今しゃくってて、ふわってした瞬間にもうやられてました。次がもうなかったです。うわ、あんなスパッと切れるんですね。カミソリで切ったみたいに。ドキドキしますわ。いますね。サワラのプレミアム感が尋常じゃないですね。僕が一生懸命アピールしてサワラを寄せますから。マッサン釣ってください。でも兄貴がやっぱりサワラは速い動きの方がいいっていうことなんで、ちょっと速い動きに徹底してやってみようと思ってます。サワラは間違いなくここにいる。松田さん、勝負どころですよ。うわ、来た、うわ、来た来た来た。でかいさ、でかいでかい。いいですいいです、どんどん曲がないと。サワラじゃないかな。ゴリンゴリン巻いてください。ゴリンゴリン。いや、サワラっぽいっすね。重い。あ、あ、お、あ、あ、なんだ、上がってきたのは。いやー、いいなだー。
いいなだいいなだ、いや残念。釣りを始めて8時間、ここでタイムアップ。イナダ19匹、サバ4匹と稀に見る大量でしたが、サワラには届かず。まあイナダがこんなに釣れたんで、なんか心のどこか満足してるんですけど、で狙ってるのはもうあくまでサワラじゃないですか、はい、ですのでちょっと引き続きサワラを追い続けたいと思います、はい。行ってみよう、歴史と風土が生んだ小田原の名産。江戸時代、東海道の要衝として西国へにらみを利かせた小田原城。その城下町で生まれたのが小田原かまぼこ。お正月に食べましたよね。港を離れ、松田さんがやってきたのはここですね、小田原かまぼこ通り。へえ、そんな通りがあるんだ。城下町の旧街道界隈にかまぼこ屋さんが12軒もあるんですって。その一つにお邪魔することに。こんにちは。あ、こんにちは。あ、どうもこんにちは。いらっしゃいませ。もうずっと昔からやられてるんですか。そうなんです。江戸の天明元年といいまして、1781年から。え、そんな前から。え、そうなんです。どうしてこの小田原でかまぼこは盛んになったんですか。ものすごい豊富に取れたんです、お魚が。うーん。で、油分とか臭みとかを流していく作業にお水大切なんですけど、はい、西は箱根の水系と北の丹沢水系と、はい、相模湾の海水が混ざった場所がここなんです。水と魚の血のりがここは重なって、はい、かまぼこ作りが非常に適していたということで。さらに東海道の宿場町で往来が多く、その美味しさゆえ全国に知られる名物になったんですって。特に関東ではおせち料理に欠かせない存在。かつては年末徹夜作業の着付けに一升瓶を抱えて作り続けたんだとか。そんなかまぼこ作りを松田さんも見せてもらうことに。失礼します。まあ、こういった形でですね、はい、お魚をこうすりつぶす石臼という、この機械、石なんですね。石なんです、でこれ昔からこのスタイルは変わっていなくて、今も同じように、はい、使う魚は旨味が強い白口。石臼で引くときめ細やかで程よい弾力のかまぼこに仕上がるそう。その旨味を蒸気でギュッと閉じ込めるんですね。仕上がっていただいて、まだ湯気がこんなに本当だ出ておりますが、あったかいですね。あったかいですね。これはクロートしか食べられない。もう魚の味がすごい強いですね。あと弾力がすごい。弾力もすごいですね。海の豊かさと水の恵みが生んだ小田原かまぼこ、魚の町の伝統ですね。食べてみよう、バターの風味、旬の寒ざわらを堪能。地元でこの時期人気の寒ざわら、調理してくれるのは兄貴行きつけの店の板前、木俣哲也さん。小田原の寒ざわらの特徴は、なんといっても油の乗り。そのため、独特な呼び方が。バターざわら。舌触りとかも食べてるときに、バターっぽいような、ドロッとした。バターざわら。切るとこんなにも油が。では早速。
バターザワラのお刺身から。皮目を軽く炙るのが絶品なんだとか。うん、うわ、想像してたよりすごい柔らかいですね。はい、バターとおっしゃってた意味がすごいわかります。めちゃめちゃ脂が乗ってますね。そうですね。痛みが早いので、僕らみたいに釣り人が釣って、はい、すぐ血抜きして、はい、氷で締めて、うん、ってやるとキュッと引き締まる。だからお刺身にして美味しいんですよね。ここがやっぱり釣り人の特権ね。火を通すなら鎌の煮付けがおすすめ。醤油、酒、みりんなどでしっかりと味を染み込ませます。身の柔らかさが楽しめて、油がその旨味を引き立ててくれるんです。うわ、これ美味しいですね。刺身とは違ってもう身がふわふわってなるね。え、こんなトロトロなるもんなんですか。はい、なんかお刺身の時ってもう少しなんかあの柔らかいなりにしっかりこう魚の身というか感じたんですけれども、煮付けになるともうこの身の境目さえも感じられないですよね。そうですね。いや、なんかこうやって食べると本当に格別な魚であるんだなということが分かりますね。バターザワラのとっておきがホイル焼き。ホイル焼きにつきもののバターはなし。シンプルに塩と胡椒だけでいけちゃうそうです。これもまた柔らかさが際立つメニューですね。煮付けとも違って、うん、美味しいですね。女性がめっちゃ好きそうっていう感じですね。なんかおしゃれなお店にありそうっていう。まあ、兄貴、僕はもう一つだけちょっと引っかかってることがありまして、はい、今僕たちがこの食べてるね、うん、サワラが、はい、自らの手で釣り上げたものじゃないということですよね。あ、そうです、今日はちょっと残念でした ね。どう攻めるって作戦はあるんですか。今日結構反応が良かった色とか、はい、ジグの長さとかはありました、はい、うん、で、まあとりあえず次回はそこから試してってみて、はい、分かりました。今日の反省を踏まえて、サワラに特化した攻め方をしていくということですね。いや、釣りたい。釣ってみよう、あの手この手でサワラを釣り上げろ。満月がまだ海を照らす中、出港です。もうイメトレしまくり、もう夢の中でもしゃくってましたからね。2日目は別の場所へ。多くの回遊魚が集まる水深100メートルのポイントに着くと、大先端になりましたね。みんな稲田のコマセ釣りです。餌釣り。あ、稲田の餌釣りですか。稲田をあえて餌でやるじゃないですか、はい、あっちに稲田を集めといてくれるんで。あ、稲田はあの人たちに任しといて、僕らはサワラを。さすが兄貴、いい作戦と思いましたが、なかなか当たりが来ないですね。ね、当たりが遠いですね。松田さん、1日目に身につけたテクニックを繰り返しますが、サワラの気配はなし。そそくさく移動。船長は小田原で生まれ育ち、相模湾を知り尽くす沖光俊さん。船を走らせて10分後、魚群探知機に水深30メートルから80メートルにかけてすごい反応が。はい、どうぞ。行くぜ。反応は下から20ぐらいまであるね。
も反応なし。一体どうして？よく言われるのは今満月の大潮とかなんですけど、うん、満月で月明かりが明るすぎると結局夜も捕食しちゃうんで、逆に昼間は食べなかったりとか。それどんな釣りでも言いますもんね。 そうですね。昨日綺麗に月出てましたしね。ね、ああ満月綺麗だったのに邪魔されましたね。なんかもう神様降りてきそうな空になってますけど。釣り神様であることを祈って釣り神様釣り神様です。グローの入ってるやつに変えてみます。あ、出たしましまグロー、お願いします。はい、兄貴がサワラに糸を切られた時と同じ縞模様のジグ。はい、どうぞ。200m 岩手から入れてきます。うん、サワラ、サワラ、サワラ来い、サワラ来い。と、その時。え？兄貴。切られた。お。マジっすか。ボーリングで切りましたわ。はい、ボーリング？あ、じゃあサワラじゃないかな。これは事件が起きたんじゃないですか。カッターで切ったみたいにスパーンっていってます。うん、まだあるよ。サワラです。さすがサワラの鋭い歯、やられちゃいました。兄貴おすすめを1回投げただけで終わりました。縞模様のジグに反応がいいみたい。色を変えて再チャレンジ。よし、次こそは。お、当たったけど乗らなかった。これね。何何？どうした？このジグ今日下ろしたてなんですよ。見えます？歯型が。ああ、硬い金属製のジグにくっきり歯型が。間違いない。サワラは確実にいます。頑張って、松田さん。サワラ来てくれ。サワラよ。すると、おお、え、ボーリングですね。そのボールで食ったのはちょっと、え、でもちょっと怪しい。スパッと切られたやつ思い出しました。念願のサワラゲットとなるでしょうか。あー、稲田、サワラみたいな食い方しやがって。よいしょ。めっちゃいい稲田でした。この日初めてのヒットでしたが、やっぱり稲田。うーん、サワラはどこへ行ったの。そうこうしている間に海が荒れてきました。松田さん、はい、ちょっと風が強くなって波が高くなってきたので、はい、これを最後に流しにしましょう。ラスト流し。はい、おラスト流しです。わかりました。これで釣りましょう。ドラム起こしますわ。はい、お願いします。ポン。サワラの影を追い続ける松田さん、最後のドラマ期待してますよ。お、触った、触った、来た。強い。なんでしょう、強い。強い。お、だいぶ強いですわ。ゆっくりゆっくり。いや、サワラっぽいですね、重い。お、来たんだよ。え、全然寄らない。さて、結果は？本当に何なんでしょう。稲田。
いいなだ。稲わらだ。ねえ、稲わら。稲だなあんちゃん。ああ、ヒーターびっくりしましたわ。地元では稲わらと呼ばれる大物。でも最後までサワラには振り向いてもらえませんでした。今日はちょっとサワラは出ませんでしたね。出ませんでしたね。悔しいです。はあ、自然が相手ですから。そうですね、はい、ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。鋭い歯の威力を見せつけ、カンザワラは今いずこ。今回の一言ですが、こうなりました。どん、難攻不落のカンザワラ様。何度も指先がかかりかけたんですけれども、最後まで届かなかったというところで、本当に難易度が高いというか、まさに難攻不落だなというふうに思いました。難しい。でも近いところまでは行ってましたよね。そうですね、当たりがあったり、はい、糸が切れたりもしてるので。そうですよね。チャンスはあったと思うんですけど。いやでも本当に悔しい面ありますけれども、はい、本当に楽しい釣りでした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。本命の寒ザワラには巡り合えませんでしたが、それでも楽しい釣りでした。小田原漁港へは JR 早川駅から徒歩5分です。寒ザワラ釣りはこれからが本番。3月頃まで楽しめます。お、触った、触った、来た。なんでしょう、強い。